B、対抗。さて、我々は数々の異議に対して我々の諸説を弁護し、あるいは少なくともどこで我々の防戦の武器を休ませるかを示し得たから、我々がすでに前々から準備をしておいて心理学的研究に入っていくことをこれ以上先へ伸ばしておくことは許されない。ここでこれまでの我々の研究の主な成果を総括してみよう。夢は心の極めて重要な所産であり、心の活動である。夢の原動力はいつでも例外なしに満たさるべき願望である。夢が願望であるということが一見不明瞭であったり、夢に多くの奇怪な点や荒唐無稽な点があるのは、夢が形成される際に被ったところの検閲の影響に起因しているのである。この検閲の目を免れようとする要求1の外に、夢形成にあたっては、2、心的材料圧縮への強制、3、感覚的継承による表現可能性への考慮、それからいつも必ずそうだとは言えないが、4、夢の像の合理的かつ辻褄のあった外観への考慮などがそこにはともども働いている。これらの命題のどの一つからも道は遠く心理学的過程と推論へと通じている。願望動機と上記4条件との相互関係及びこれら4条件間の相互関係が我々の研究題目である。夢は心の営みの関連中に組み入れられなければならない。我々はまだ解決のついていない謎のいくつかを想起するために一つの夢実例をこの第7章の冒頭に掲げた。あの火傷をする子供の夢の解釈は、我々としてはそれを完全なものだとは考えてはいないといえ、さしたる困難を感じさせなかった。我々はこの場合目を覚ましてしまう代わりになぜ夢などを見たのかという問いを提出し、あの夢の一つの動機は子供の生きている様子を見たいという願望であったことを見出した。その際それ以外の願望も一役演じているということは後に判明する。だから差し当たっては睡眠時の思考過程を一つの夢に変化させた犯人は、他ならぬ例の願望充足だったということにしておく。この願望充足というものを取り除けてみると、後に残るのは心的事象の2種類を相分かつ 一性格あるのみである。夢無双はこういう内容のものであったとしよう。意外を安置した部屋から明かりが見える。おそらくろうそくが一本倒れて死んだ子供が焼けているのだ。すると夢は、この認識の結果を少しの変更も加えずに再現する。しかしそれを現在そこにあって、諸感覚を持ってあたかも覚醒時の一体験のように捉えられなければならない一条距離に表現する。しかしこれは夢過程の最も一般的なかつ最も顕著な心理学的性格である。つまりある思想観念、概して望ましい思想観念は夢の中では客観化され、一場面として表現され、あるいはよく言われるように体験されるのである。ところで夢作業のこういう特徴的な属性はいかに説明されるべきか。もう少し控えめに言うならば、それはいかにして心的諸過程の関連の中に組み入れられるべきか。次第に観察するとこういうことがわかる。つまりこの夢の発言形式の中には、2つの互いにほとんど関係のない性格が浮き出している。その一方はある事柄事件をおそらくを抜きにした現在の状況として描写するということであり、他は関連の視覚的継承及び会話への置き換えである。夢思想の中に表現されている期待を現在の事柄とすることによって夢思想が被る変化は、おそらくこの夢ではあいにくのことに あまり顕著ではない。このことはこの夢における願望ジュースの特殊な、本来副次的な役割と相関連している。例えば、イルマの注射の夢のごとき、夢願望は睡眠中への覚醒時関連の継続から区別されないような別の夢を取り上げてみよう。この夢で描写されている夢思想は文法のいわゆる願望系である。あの夫にイルマの病気の責任があればいいのに、というのがその願望である。夢はこの願望系を押しのけ、その代わりに簡単な現在系を置く。そうだ、イルマの病気は夫のせいだ。つまりこれがどんなに歪曲の少ない夢にあってすら夢思想に加えられる変更の第一番目のものである。我々は夢をこのような大地の特性に長く関わり合っていないことにしよう。そしてこの特性を意識的な空想や自分の表象内容を空想と同じように取り扱う白日夢などを指摘することによって片付けてしまおう。道での描く女優図の娘たちが、父は職を持っていて、今は事務所で働いていると信じているのに、本人は職もなくパリの町々をさまよい歩いているとき、彼は自分に異色の道を与えるきっかけを作り出すような出来事をやはり現在形で夢見るのである。だから夢は白日夢と同じ仕方、同じ権利で現在形を使用する。現在形は願望が充足されたものとして表現されるところのまさにその事象形式である。白日夢とは異なって、夢にのみ独自な特色は、関連内容が考えられないで、逆に感性的継承になるという第二性格である。そして人はこの感性的継承を信用し、これを体験しているように思い込むのである。
しかしすぐ付け加えて言っておきたいが、すべての夢が観念を具象的継承に変化させはしない。ただ観念ばかりから成り立ってはいるものの、しかもそのために夢の本質が疑わしくなるというようなこともない夢もある。私のアウトデダスカー N 教授との日中空想の夢などは、私がそれを昼間考えたと仮定した場合より以上の感性的諸要素がほとんど混入していない夢である。また比較的長い夢にはどれにも感性的なものへの変化を共に行わず、覚醒時以来我々の習慣となっているようにただ考えられたり、知られたりするための諸要素が含まれているものである。さらにここで直ちに言っておくべきは、こういう観念からの具体像への変化は、夢にのみ起こる現象ではなく、例えば独立的に健康人にも現れ、あるいは神経症の症状として現れうるところの幻覚や幻像にも見られる現象だということである。要するに我々が今ここで呼吸している関係はいかなる方向に向かっても一個の潜一的関係ではない。しかし夢のこのような性格がそれが現れる場合には、我々にとって最も注目に値するものと思われるものであるから、我々としてはこの性格を夢の営みから除いて考えることはできない。しかしこの性格を十分に理解するにはさらに立ち入った論議を重ねる必要がある。幾多の学者の夢事象の理論に対するあらゆる見解中から一見解を、私は我々との関連において価値あるものとして強調しておきたい。かの偉大な G.T.H. ペフィナーは、その著精神物理学中に、彼が夢に捧げた若干の論議との関連において、夢の舞台は、覚醒時の表彰生活の舞台とは別のものであるという推定を掲げている。これ以外にいかなる仮説も、夢の営みの独特な所得性を理解させないであろう。こうして我々が理解で利用できる観念、イデーは、心的極在性、サイキヒスチェ、ロケリタットという観念である。今問題にしている心的機構、心は、我々に解剖学的材料としても基地のものであるということは全然別の問題としてこれを度外視し、心的極在性を例えば解剖学的に規定するというような誘惑を慎重に避けようと思う。我々は心理学的地盤の上に留まって心の諸作業に奉仕する道具を、例えば組み立て顕微鏡だとか写真機だとか、そういったもののように考えるという要求にのみ従おう。すると心的極在性はそこにおいて映像の初前提段階の一つが成立するところの、このような機械内部の一つの位置のごときものと考えられる。顕微鏡や望遠鏡についてこれを言えば、それは部分的にはその機械のいかなる具体的な構成部分もそこにはないような、そういった関連的な場所、区域のごときものである。こういう例えが不完全であることはお断りするまでもなかろう。こういう例えばただ次のごとき試み、我々心的諸作業を、分解し、その個々の作用を心という機械の個々の構成部分に帰属させることによって、心的作業の複雑性をはっきりさせようと試みる際に際してのみ、我々の助けとなってくれるであろうと思う。心という道具の組み立てをこういう分解から推測する試みは、私の知る限りではこれまで企てられていないようである。こういう試みが実害を伴うとは思われない。つまり我々がその際に冷静な判断力を失わず、骨格を全体的構造と思い違えないようにさえすれば、自由に推定を立てていって、一向に差し支えないと私は思うのである。何か未知のものへと向かって、第一歩を踏み出すために我々が必要としているのは補助学観念に他ならないのであるから、大雑把な分かりきった仮説の方が、込み入った仮説よりも好都合なのである。そこで我々は心という装置を一つの組み立て道具として考えてみよう。この道具の諸部分を検問所、インスタン、あるいは分かりやすいように葬式、システムと呼んでおく。すると我々はこういう期待を抱く。すなわちこれら諸組織はおそらく、例えば望遠鏡において主樹のレンズが順々に並んでいるように、互いにあるコンスタントな空間的方向づけを持っているのではあるまいか。と、厳密に言えば心的諸組織の実際に空間的な順序などという仮説を立てることは不必要であろう。ある種の心的過程において諸組織が一定の時間的前後関係のうちに興奮の波を次々と被っていくということによって、一つの確然たる順序関係が作り出されるならば、我々としてはそれで十分なのである。この順序は他の諸過程においては何らかの変化を被るものかもしれない。そういう可能性は未解決のままにしておくことにする。さて、これ以下においては、心という装置の諸構成部分、組織を、言葉を簡単にするためにただ P 組織と呼ぶことにしよう。さて我々の目につく第一のことは、このような複数の P 組織から組み立てられた心という装置は、ある方向を持っているということである。
我々の心的活動はすべて内的あるいは外的の刺激から発し、神経視野に終わる。したがって我々はこの装置に知覚末端と運動末端とがついているものと考える。知覚末端には知覚を受け取る一組織があり、運動末端には別の組織があって、運動力の水門を開く。心的過程は一般的に言って知覚末端から運動力末端へと経過する。心という装置の最も一般的な図式としては第一図のごときものが考えられよう。しかしこれは心という装置は反射装置のごとき構造を持っているに違いないという我々には珍しからぬ推定に応えたまでのことに過ぎない。反射過程はまた一切の心的作業の典型なのである。さて我々は知覚末端において第一次分化が生ずると考えて差し支えない。我々のもとに達する諸知覚は我々の心の中にある痕跡を残す。この痕跡を我々は記憶痕跡と名付けることができる。この記憶痕跡に関係する機能を我々はつまり記憶力と呼んでいるのである。さて、是が非でも心的諸過程を諸組織に結びつけようとすると、記憶痕跡はただそれらの諸組織の諸要素における持続的諸変化のうちにのみ存在し得ることになる。ところでもし同一の組織が自己の諸要素に受けた諸変化を忠実に守り通し、しかも変化への新しいきっかけに対して常に新鮮かつ接種的に適応していかなければならないとすると、明らかにそこにいろいろの困難が生ずる。このことはすでに別の方面から述べておいた。そこで我々の試みを導いている原理に従って我々はこれら2つの作業を相異なる2組織に振り分けるであろう。我々はこう仮定する。心という装置の最末端の1組織は、知覚刺激を受け入れるけれども、それを保存しておかない。つまりその1組織は記憶力を持たない。そしてこの第一組織の背後に第二組織がある。この第二組織が第一組織の瞬間的興奮を持続的痕跡に置き換える。すると我々の心という機械は第二図のもとどきものと考えられよう。我々が組織 W、知覚組織に働きかけてくる諸知覚を持続的に保存する場合、この知覚の内容以外の何者かをも同時に持続的に保存するということは知られている。また我々の諸知覚は記憶中において互いに結ばれ合っており、しかもそれらが結ばれ合っているのは何よりもまずそれがかつて同時に出会ったためであるということも証明される。これを連想の事実と呼ぶ。ところで組織 W はそもそも記憶力を持っていないから、その組織はまた連想のように強せられる記憶痕跡をも保存できないということは明らかである。組織 W の個々の要素はもしある新しい知覚に対してそれ以前の結合の残滓が勢力を振るうのであったならば、その機能を著しく損なわれるであろう。だから我々は連想の基礎地盤として記憶組織を想定せざるを得ない。すると連想の事実は記憶組織要素、ER 要素中の1要素の進路開拓の結果、抵抗限定の結果、興奮が第3の記憶組織要素に向かっていくよりも、むしろ第2の記憶組織要素の方へ移っていくということのうちに存立するのである。さらに詳しく見ると、こういう ER 要素を1つではなしに、いくつか仮定する必然性が生ずる。それらの要素 ER 中にあって、W 要素から移し植えられた同一の興奮が主従なる度合いの定着化を受けるのである。これら ER 組織、記憶組織の第一のものは、いずれにせよ同時性による連想の定着を含んでいるであろう。しかし遠く離れて存在している ER 組織中には、同一の興奮材料が出会いの別の方法に従って配置されているのであろう。そのために例えば類似性その他の関係はこれらの後の方の諸組織によって表現されるのであろう。こういう組織の心的意義を概念によって表そうとするのは無論無用のことであろう。こういう組織の性格は記憶素材の諸要素に対するその諸関係の緊密さにあるのであろう。すなわちもし我々がもっと深遠な理論を引き合いに出そうと思うならば、その性格はこれらの諸要素へ向かっての誘導抵抗の様々なる度合いのうちにあるのであろう。ここに一般的な性質の一意見を挿入しておこう。この意見はおそらくある重要な事柄を支持すると思う。変化を保存する能力を持たない、つまり記憶力を持たない W 組織は、我々の意識にとっては種々雑多の感性的質を提示する。ところが逆に、最も深く刻みつけられたものを含めての、我々の記憶は本来無意識である。無論、それらは意識化され得る。しかし、記憶されているものが無意識状態のうちにいろいろな作用を行うということは疑いを入れない。我々が我々の性格と呼ぶところのものは言うまでもなく、我々が内外界から受けた初印象の記憶痕跡の上に成り立っている。しかもまさに我々に最も深刻に働きかけた初印象は、我々の幼少期のそれであり、ほとんど絶対に意識化されることのないそれである。しかし無意識になっている記憶が再び意識化されると、それらは初知覚に比して極めて微弱な質を示すか、
あるいは感性的な質を全く示さないかのいずれかである。そこでもし記憶と記憶に伴う質とか P 組織において意識に対して相互配達的だということが実証されるならば、神経興奮の諸条件への将来有望な洞察の道が開けることであろう。私は後に意識はまさに記憶痕跡の代わりに発生すると考えるに至った。我々はこれまで視覚末端における心的装置の組み立てについて、夢及び夢から導き出すことのできる心理学的解明を顧みることなく考えを進めてきた。しかし心という装置の別の一部分を認識しようとする際には、夢が我々の証明の源となってくれるのである。もし我々がその一方が他方の活動に批判を加え、その結果意識化が行われなくなるような、そういった二通りの心的検閲上をあえて仮定しなかったとしたら、我々は夢形成を説明することができなかったわけである。批判を加える別の検閲所は、批判を加えられる検閲所よりも、意識に対してより親密な関係を保っていると我々は推論した。前者は後者と意識との間に、屏風のように立っている。我々はさらに批判を加える検閲所を、我々の覚醒時生活を指揮し、我々の自由勝手な意識的な行動に決定を下すところのものと一致させる指示点をいくつか発見した。ところで今これらの検問所を我々の仮説に従って意識に置き換えてみると、常実の認識によって批判を加える組織は運動末端近くにあるものと想定される。そこで我々は両組織を我々の図式に取り入れ、それらに与えられた名称によってそれらの意識に対する関係を表示してみよう。第3図参照。運動を末端に位置する組織中、その最後のものを我々は全意識とし、全意識、VBW と名付ける。もしもある種の条件が満たされたならば、例えばある程度の強度の獲得とか、周囲と呼ばれるべき機能のある種の配分とかいうような条件が満たされたならば、その組織中の興奮の諸過程は遅滞なく意識面に上りうることを暗示しようがために、我々はこの全意識の語を選んだのである。それは同時に、随意的運動力への鍵を握っているところの組織でもある。この組織の背後に屈来する組織を我々は無意識、UBW と名付ける。それは全意識を通過する以外には意識へ通ずるいかなる道もも知らない。そして全意識を通過する際、その興奮過程は諸種の変更を感受しなければならない。条件の線書きの図式をさらに詳しくしようと思えば、全意識に続く組織は我々が意識をそれに帰属させなければならないところの組織であって、つまり知覚末端イコール意識、W イコール BW という仮定を考慮に入れなければならないだろう。以上の小組織中のどれに我々は夢形成への動員を求めるべきか。簡単に言えばそれは組織 UBW、無意識である。これについては後に述べようと思うが、実はそう言っては正しくないので、夢形成は全意識の組織に属するところの夢思想に結びつくべく余儀なくされているのである。しかしまた我々は夢願望を論ずる別の箇所で、夢の原動力は UBW から援助を受けるということを知るであろう。そしてこの最後の契機の夢に我々は無意識の組織を夢形成の出発点と仮定しようと思う。ところでこの夢興奮は全てその他の関連形成同様に、全意識内に侵入し、全意識から意識へと入っていこうという努力を示すであろう。経験は我々にこう教える。学生時中は夢思想に対して全意識を通過して意識に至るこの道は塞がれている。夢思想は夜になると意識への通路を打開する。しかしここにどういう方法、どういう変化のおかげでそれが可能になるのかという問題が生ずる。もしもこのことが夢思想にとって無意識と全意識との間にある境界線のところで監視の目を光らせている抵抗が、夜は力を失うということによって可能になるとするならば、我々は現在我々の関心の的になっている幻覚の的性格を示すことのないような表象材料から出来上がって夢を見ることになるであろう。だから無意識 UBW と全意識 VBW という両組織間にある検閲の無力化ということは、アウトディダスカーの夢のごときのものを説明しうるに過ぎず、我々が問題としてこの論文の冒頭に据え置いた火傷する子供の夢のような夢を説明することはできない。幻覚的な夢の中において起こる過程は、次のごとく記述されるより他はないと思う。つまり、興奮は逆行的な道を取るのである。興奮は心の運動末端の方へ向かって移動していく代わりに、視覚末端の方へ向かって移動していく。そして最後に視覚組織に到達する。心的過程が無意識から覚醒時中にあって動いていくような方向を全身的方向と名付けるなら、我々は夢について、夢は対抗的性格を持つと言って差し支えない。対抗という契機の最初の暗示は、すでに、アルベルトス・マグヌスに見出される。
彼に従えば想像力は顕著な対象の保存された継承を持って夢を形成する。この過程は覚醒時におけるとは逆に遂行される。ホッブスは言っている。要するに我々の夢は我々の覚醒時空想の逆である。覚醒時には一方の端で始まる運動が夢見ている時には別の一端で始まるのである。さてこの対抗ということは明らかに夢過程の心理学的特性の一つである。しかし我々はそれが夢にのみ固有なものではないということを忘れてはならない。意識的早期やその他我々の正常思考の部分的諸過程もまた心的機構の中では何らかの複雑な表象行為からその行為の根底に存在する記憶痕跡の素材への対抗と同じものだと考えられる。しかし覚醒時中はこの逆行は決して記憶継承を飛び越して進むことはない。この逆行は知覚継承を幻覚的に作り出すことはできない。なぜ夢では事情が違ってくるのか。我々が夢の圧縮作業を論じたとき、我々は夢作業によって、諸表象に付着した強度は一つの表象から別の表象へとそっくりそのまま移し置き換えられるという仮説を避けることができなかった。組織 W を逆の方向において、つまり関連の方から、完全な完成的現実性を持つに至らしめるところのものは、おそらく正常の心的過程を被るこういう変化なのであろう。これらの議論の有効範囲について思い違いをしてはなるまい。我々が行ったことは、すなわち説明不能の現象に一個の名称を与えることに他ならなかった。夢の中で表象関連が、それがかつてそこから出てきたところの完成的継承へ逆戻りしていくことを我々は対抗と名付ける。しかし、こう命名するについても叱るべき理由がなければならない。この命名がもし我々に何の新しいことも教えないのならば、我々はなぜ名称を与えたりなどするのか。私は対抗という名称は、この名称が我々に基地の事実をある方向を持った心的装置の図式に結びつける限りにおいて、我々の役に立つと思うのである。しかし、こういう図式を作ったということは、ここで初めて意味のあることになる。なぜなら、こと新しく我々が考えを進めなくとも、ただこの図式の助けを借りるだけではっきりする夢形成の別の一特性があるからである。夢現象を我々が仮定した心的機構の内部における一個の対抗と見るとき、次のごとき経験的に既に知られている事実が直ちに説明される。それはつまり、夢思想が持つあらゆる論理的関係は夢作業に際して失われてしまうか、あるいはかろうじて表現されるにとどまるという事実である。これらの論理的関係は我々の図式に従えば、最初の方の ER 組織の中にではなしに、ずっと先の方にある諸組織の中に含まれており、それらは対抗に際して表現されることなくして、わずかに視覚映像を遺留するのみとなる。夢思想の構造を対抗に際して解体し、夢思想はその元の素材 に帰ってしまう。しかし日中は不可能であるところの対抗はいかなる変化によって可能にされるのか。この点については我々は推測を下すことだけで我慢しなければならない。おそらく問題はそれによって個々の組織が興奮の通過に対して門を開いたり、あるいは閉ざしたりするところの個々の組織のエネルギー充当状態の諸変化にあるらしい。しかし心のような機構を持つどんな機構においても、同一の効果は興奮の通路にとって、かかる諸変化の1種類以上のものによって生ぜ占められうることであろう。我々は無論直ちに睡眠状態と睡眠状態が心の知覚末端において呼び起こすエネルギー充当の諸変化とを考える。日中は知覚末端 W の P 組織から運動力に向かって持続的に流れる潮流がある。この潮流は夜間は停止してしまい、興奮の逆流に対して何の妨害も加えることがないらしい。若干の学者たちが夢の心理学的諸性格だと説明しているところの、外界からの隔絶ということはこのことを指すのかもしれない。しかし夢の対抗を説明するに際しては、病的な覚醒時状態に見られるところの、他の別種の超対抗上現象を考慮しなければならないだろう。これらの諸形式は無論今我々が与えた説明ではどうにもならない。全身的方向の間断なき感覚的潮流があるにもかかわらず、そこには対抗現象が起こるのである。ヒステリーや妄想症、パラノイアの幻覚、正常精神の人間が見る幻影などは、事実上対抗と見なすことができる。つまりそれらは継承に変化させられた思想や観念であり、その場合、抑圧された記憶ないしは、無意識のままで留まっている記憶と密接な関連にある思想や観念のみが、こういう変化を受けるのである。例えば私が扱った最も年少のヒステリー患者、12歳男子は、寝入り花に、赤い目をした緑色の顔という幻覚にされた。少年はこのために脅かされて素直に寝ることができないのである。この現象の根源は友達だったある男の子の抑圧されたしかしかつては意識的だった記憶である。我々の少年患者は4年前にその子としばしば遊んだ。その子はいろいろな少年らしい悪さの恐るべきお手本を見せつけた。その中には朱印といういたずらも含まれていた。
そして我々の少年患者は今、自分自身に対して遅ればせながらこの主因を非難しているのだであった。この子の母親はその当時、例の悪い子は緑色がかった顔色をしていて、赤い、すなわち緑の赤い目をしているとこの子に言って聞かせたことがある。それゆえ上記の恐ろしい幻覚が生じたのであり、この幻覚はいずれにせよ、そういう少年は白痴になり学校では何も覚えられなくなって早く死んでしまうという母親のもう一つ別の予言を彼に思い起こさせるという役目を持っているのである。我々の少年患者は母親の予言の一部分を実現させる。彼は高等中学校での成績が悪く、また彼の欲せられざる思いつきの数々を聞き出すことができた結果判明したように、予言の第二部の実現されることを恐怖している。しかし治療は短期間に成果を上げ、少年は眠れるようになり、彼の不安は消え、高等中学校は成績優秀で卒業した。ここに私はある幻覚が解消した例を並べておく。これは40歳のヒステリー症婦人患者が健康な時に私に話してくれたものである。ある朝目を覚ますと部屋の中に彼女の兄がいる。しかしこの兄は目下精神病院にいるはずなのである。彼女の小さな息子は同じベッドで彼女の横に寝ている。その息子がおじの姿を見てびっくりして痙攣などを起こさぬように、彼女は掛け布団を引き上げて息子の上にかけてやる。すると幻覚が消えた。この幻覚はこの婦人の幼年時代の記憶の改造である。この記憶はなるほど意識的なものではあったが、彼女の内心のすべての無意識的材料と最も密接な関係のうちに立っていた。かつて彼女の乳母は、彼女の早死にした母親が死んだ時、彼女はやっと1歳半であった。転換あるいはヒステリーの発生に悩んでいて、しかもそれはこの母親の兄にあたる人が、私の患者のおじ、頭に掛け布団を引きかぶって、お化けだと言って彼女を脅かした時のショックのために起こったのだと彼女に話して聞かせた。兄の出現、掛け布団、ショック、その影響など、この幻覚は彼女の記憶と同一の要素を含んでいるのである。しかしこれらの諸要素は新しい関連に組み立てられ、別の諸人物の上に転移されている。この幻覚の明白な動機、この幻覚によって代理されている思想は何かというと、それは彼女の小さな息子、彼はそのおじに、体の素質が極めてよく似ていたが、おじと同じような運命に見舞われはしないかというユーロなのである。以上二実例は睡眠状態とは全然無関係なものではなく、だからおそらく今私がこれらの実例をそのためにこそ必要としているところの証明には不適当であるかもしれない。だから私が行った幻覚を伴う妄想症、パラノイアの分析、および神経症心理学に関する私の未発表の研究の諸成果を参照してもらいたいと思う。それらは逆行的関連変化のこれらの場合においては、抑圧された記憶、あるいは無意識のままでいる記憶、多くの場合は幼児的記憶の影響が感化されるべきではないということを証明するであろう。この記憶はいわば、この記憶と関連し、その表現を検閲のために阻まれているところの関連を、対抗作用中へ、つまりこの記憶そのものが心的に存在しているところの他の表現形式の中へと引きずり込むのである。私はここにヒステリー症研究の一結論として幼児時代の諸場面、記憶であれ空想的なものであれは、これを意識化することに成功すると幻覚的に体験され、それを報告するときに初めてこの幻覚的に性格を喪失するという事実を引用しておいて差し支えあるまい。その人の記憶が普通視覚的でないはないような人々においてすら、最も早い頃の幼児期記憶は感性的現実性の性格を後年に至るまで保有しているということもまた周知の事実である。夢思想において幼児期体験ないしはそれに基づく空想がいかなる役割を果たすか。幼児期体験の一部が夢内容中にいかにしばしば再び姿を現すものであるか。夢願望そのものがいかにしばしば幼児期体験から導き出されるかを想起するならば、関連の視覚的継承への変化もまた、再現されることを願って視覚的に表現された記憶が、表現を求めながら、意識からは断ち切られたままでいる関連へ及ぼすところの牽引作用の結果だという推定は、夢に対しても成り立つであろうと思う。こういう見解に従えば、夢はまた、最近時的なものへの転移によって変化させられたところの、幼児期場面の代用物と見ることもできるであろう。幼児期場面はそのままでは現在に復活させられない。それは夢として復活することに甘んじなければならない。夢内容に対する幼児期場面、あるいはその空想に対する繰り返しの、ある意味では模範的意義の指摘は、シルナー及びその支持者たちの内部刺激源に関する仮説を無用のものとする。
シェルナーは夢がその視覚的諸要素の独特の鮮やかさないしは視覚的諸要素の特別の豊富さを示している場合、視覚刺激、視覚器官における内的興奮の一状態を仮定する。我々はこういう仮定に反抗する必要を認めず、こういう興奮状態を単に視覚器官の心的知覚組織にとってのみ確認するだけで満足していいわけであるが、しかしこの興奮状態は記憶によって作られたところの、その当初、顕在的であった視覚興奮の更新であるような興奮状態であると主張したい。私はこういう4年期記憶の影響に対する高校の実例を自分の経験中には一つも持ち合わせていない。私自身の夢は大体においてどうやら他人の夢よりも感性的諸要素に乏しいのであるが、しかし最近数カ年のうちでの一番美しい一番現実味に富んだ夢において、私はその夢内容の厳格的明晰さを最近及び近い過去に受けた初印象の感性的性質に還元することに容易く成功した。私は水の安静色、船の煙突から出る煙の褐色、私が見た建物の陰鬱な茶色と赤色などが私に深い印象を与えて夢を挙げておいた。私自身が見た夢で視覚刺激に着目して解釈されなければならないものがあるとしたら、この夢がそれだと言わざるを得ない。しかし何が私の視覚器官をこういう刺激状態に移し置いたのか。それは古い一連の印象と一緒になった最近時の一印象であった。私が見た様々な色は第一に積み木玩具の色であった。あの夢の前日は子供たちが私に見せて、私を感心させようとして積み木で大きな家を作り上げた。大きな積み木には夢の色と同じの陰気な赤色があったし、小さいのには青色と茶色があった。これに最近のイタリア旅行中に受けた色彩印象、イソントガ川や入江の美しい青色、アルプスの岩石の茶褐色などが加わる。夢の色彩の美しさは記憶中に見られた色彩の繰り返しに過ぎなかったのである。夢がその表象内容を視覚的継承に作り変えるという夢の特性に関して、我々が知り得たものをここに要約してみよう。我々は何もこの夢作業の一特色をきれいに解明し、心理学の周知の処方則に還元させてみたわけではないのであって、むしろ未知の諸事情を暗示するものとしてこの特性をつかみ出し、これを逆行的性格という名前によって強調したに過ぎない。我々はおそらくこの対抗現象は、それが起こる場合はいつでも観念の意識内への正常な道のりにおける侵入を阻止しようとする抵抗の結果であり、また感覚性の強いものとして存在している諸記憶が、観念の上に及ぼす同時的牽引作用の結果であると考えたわけである。これに加わるに、夢においては、対抗を容認するために、感覚初期間から運動力末端に向かっての、日中の全身的潮流の停止ということがある。これは対抗の他の諸形式にあっては、他の対抗諸形式の強化によって創殺されなければならない補助的契機である。さらに忘れてはならないのは、対抗のこれら病的な場合にあっては、夢におけると同様、エネルギー転移の過程は正常な心の営みにおける対抗とは異なったものらしいということである。なぜならこのエネルギー転移の過程によって視覚組織の完全な幻覚的変化が可能になるからである。我々がこの夢作業の分析に際して表現可能性への考慮として説明したものは、夢思想によって触れられた視覚的に記憶されている諸場面、諸体験の選択的牽引に関係づけて考えてみられなければならないであろう。抑圧論を展開する際に1個の思想関連がそれに影響を及ぼす2個の契機の共同によって抑圧に陥るということを評論すべきであろう。この思想は一方からは意識の検閲の側からは押しのけられ、他方からは無意識の側からは引き寄せられる。ちょうど大ピラミッドの先端に登っていくような時のものである。論文抑圧参照。なお、対抗について言っておきたいのは、対抗は神経症的症状形成の理論においても、夢理論におけると同様の大きな役割を演じるということである。そこで我々は対抗に3種類のものを区別する。第1、ここに展開させた P 組織の図式の意味での場所的対抗。第2、過去の心的形成物への立ち戻りを問題にする限りでの時間的対抗。第3、原始的表出方法や描写方法は普通の表出描写方法の代理を務める場合の形式的対抗。しかし全てこれらの対抗は結局のところ同じものであって、多くの場合一緒になっている。なぜなら時間的に古いものは同時に形式的に原始的なものであり、そして心的極在性においては知覚末端の視覚に位置しているからである。我々は夢における対抗という論題をさらに先立って、すでに幾度か我々に迫ってきた一印象、つまり神経症研究が深まるにつれて、こと新たに強烈になって立ち戻ってくるであろう一印象に、一言触れておかざるを得ない。
すなわち夢を見るということは、大掴みに言えば、その本人の最も早い諸事情への部分的対抗であり、その本人の幼児時代の再生、その幼児時代に支配的だった衝動の動きや、幼児時代に駆使し得た表出方法の再生ではあるまいかという印象がそれである。しかし、この個人的幼年時代の背後には、系統発生的な幼年期、つまり人類の発展が顔を覗かせているのである。それに比べると、個々人の幼年期は人類の幼年期の短縮された偶然の生活諸事情によって影響された繰り返しに他ならないのである。ニーチェは夢の中には一辺の原始の人間性が働き続けており、我々はそこへ直接にはほとんど到達しがたいのだと言っているが、この言葉がいかに適切なものであるかがよくわかるような気がする。そして我々は夢を分析することによって人間の原始的遺産、人間の中の心的に生まれ持ったものを認識できはしないかと思うのである。夢と神経症とは我々が想像する以上に人間の心の古い面を保存しているらしく思われる。それゆえ精神分析学は人類の短所の最古、幽暗の初段階の再構成を目指す諸学問中にあって、一つの高い位置を要求する権利があると私は思うのである。夢を心理学的に評価解釈しようとする我々の試みのこの最初の部分が、我々自身を格別満足させないということは当然のことであろう。我々は未知の暗い部分の中へ入っていって、建設の作業を行わざるを得ないということを思って、我々の慰めとしようと思う。もし我々が完全に迷路に踏み入っているのでなければ、我々は別の侵入口から大体同じような領野に入っていくに違いない。そしてその時はおそらくもう少々そこの勝手が分かるようになるであろうと思うのである。